日本時間であれか3時台かに全体的に叩かれた、急上昇したトロももちろん叩かれとるから、何なんだろうね。まあ大体上がるときと下がるときって大体仮想通貨上位ってある程度2回やった時間帯にコーン長いのつけたり、またコーン長いのつけて上がったりするから、そこら辺は全くその時間帯以降のニュースは見てね、よくわかりません。まあニュースの影響じゃないと思いますけどね、多分。まあビットロンだけでそんなに上がるんかなっていうのは思う一方、ただ相場普通に移動平均線とローソクだけで見れば素直にこっちに従った方がニュース系の情報より正しいよねっていう、技術的な情報はもちろん興味あるから一方。はい、2019年1月10日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークンおよびドル円の相場考察をします。では仮想通貨時価総額から見ていくと、アメリカドル換算で129ビリオン、これ確かにあれだね、韓国メディアが取り上げてるだけあるねトロンだけなんか行っちゃったねっていうあれだね。これは全体的にマイナスが目立つ中、はい、では時価総額の日本円を見ていくと14兆229億です。では仮想通貨1位のビットコインから見ていくと、週足はどうでしょう、このままいくとあれかね、マイナスでいくんかねっていうところで、今のところでは日足見ると、あー細かく見るとあれか、抜いちゃったよってとこだね。これはこれぐらいでいくか、一応 20MA を抜きかけとるということで、角度はちょっとあれだよね、これ右下になっちゃうね、一番嫌なとこだね。ここは自分目線はここら辺で見とるから、4時間とまあ日やってしまいましたね。何が要因でこれは売られたのか全く分かりませんね。こんだけ長いのつけてからあれだよね、 20MA が下向いたんだろうね。いやさっきまでいつ下げたんだこれ、昼ぐらいまでは42、3なんかあれだなぐらいしか思ってなかったんだけど、どこで長いのつけたんだろう。1時間で見ると3時2時までは耐えとったんだ。4時からニュースの動画撮っとったで、3時から4時はニュース見とったからあれか、相場見てないんだ。えらいやらかしたねこれは。何が原因か全く分からんですけど、はい、では次、あそうか今気づいた、時価総額変わったんだ。でリップルです。そうだよな、リップルもあんだけ世界で国際送金で使われてるのに不当だよな評価が。週足はまあ特には変わらず、イーサリアムが下げたっていう会社かな。でもこれもやっぱあれだね、日足レベルで強化、多分一緒のタイミングかな、長いのつけたのは。一応 20M は下抜かけとるね。時価総額上げてもなんかやっぱりな、これみんな一緒なんだ多分。11時からだけど多分これあれだな、あのビットコインと同じくあの30のとこでカッツンやられたんだろうね。何が原因かは本当分からんすけどね。イーサリアム、イーサリアムの方が下げ幅がでかいですもんね、前日比換算では。週足見ると一応はまあ超短期の上にはおる一方、日足が、あ叩かれたな。これは 20M にタッチしたんか、 99M に届きそうだったんですけどね。なんか4時間が想像できるんですけど、やっぱりみんなここで長いのやっとんだ、ここでやられたんだ。 20MA がもうあれか、下向いたか、下抜いて上抜きのところだろうね、ここのロングタイミングは、日足まで見るなら。はい、では次 EOS、 週足は一応あれか、 7MA の上には行ったっていうところだけど角度はついてませんと。日足見るとまあここまでか、 20MA にタッチしたっていうところか、下げ幅的にはまだ少ない方がタッチして抜きかけてはないから、4時間見てもやっぱ似とるな時間帯が、長いのボッコンやられてるね。これは読めんわな、ここでこれが来るのは。明日逆にコーンいっとるっていうのも可能性だとある。ただ現実的なローソクと移動平均線の目線に戻すと、とりあえずローソクは99円までタッチしかかっとると。ほんで 25MA はもう水平気味か、水平やや下向き組になりそうってところか、 99MA が水平、これも下向きになりそうってところ、なんか全体的に出そうですね。はい、では次、キャッシュ本体 ABC だね。そうですよね、今だから5時過ぎに取っとって3時に長いのをつけとるってことは、全体的にそうだよな、 5% から 10% を下げとってもいいってことですもんね。週足がもうこれあれだね、1週間しか上げてないもんね。日足見るとああ抜いちゃったねって、 20M これ完全抜いちゃったよねって、これ見ちゃうと売られていくよねってとか声が出んなこれってなるね、あかんねこれは。 20MA がもうあれか、角度ついちゃったよね、なんだこれがっていうところだね。これなんかあったんかな、4時まではニュース見とったんですよ、そこはそんなすごいこと書いてなかったのか、なんかあったんかな。まあいいや、はい、次ステラ、週足はまあちょっとあれか、
超短期の 7MA のすごすぎる右肩下がりの角度がちょっと収まってきたかなというところか。ただもう 25MA はまだまだというところで、日足見るとあなんか一瞬 25MA を最近上抜いてどうかなどうかなどうかなというところ今日叩かれたということか。 25MA にタッチしてますもんね。4時間見るとみんな4時間見てこんななんかあれだね、簡単の息しか出んの。これなんだこれ、 25MA の上に返り張らないと思ったんだけど一気に 99円まで下抜いちゃったのね。これ言うてもあれだもんね、ステラこれ前日比今の時間で 5% 強しか下げてないんだもんね。これでなんか他の見るのがおぞましいですよこれ。はい、では次ライトコイン。まあ昔の仮想通貨ではこれぐらいは当たり前だから驚かんかった一方、週足がそれでもあれか 25MA には近くなってきとるってことか。全体ではこれ何耐えとる方ではないですね、冷やし見ると全然耐えてないですよね。これもあれかイーサっぽく 99MA に届きかけたところカツンやられたというとこは、ただ一応まだあれか25MA との乖離は少しあって角度もまだついとるから他よりはいいってことか。でもこれで4時間足いきますけど前日比これで 9% 下がったんですもんね。なんかステラとのがすごかったんだけど、あの長いのは前日比は昼日で見とるからか。そうでも USDT だから一応ドル換算だからそこまで US ダラーとは変わらんはずだからな。でも確かにこっちの方が余裕はありますもんね。あんな 99MA まですっこんとやられてなんから一応これぐらい長いのつけてもあれか、 25MA はまあ水平気味になってきとるよっていうところか。怖いなこれは。はい、次テザー。そうするとあれだよね、ドル以外が下げればドルペッグのテザーはポロニックスだけなんかやっぱあれですね、1日で見てもテザーで前日比 0.5%、 0.4% ぐらいか上昇は。はい、では次時価総額もあれですねこれ。そうか、今日はリップルイーサーが動いてトロンカルダノは昨日と一緒か。はいはい、では次はトロン謎のこの 17% は何なんだっていうところで、韓国系のメディアも書いてましたもんね、ビットロンがなんだこいつ、これ週足やっぱ行ったんじゃないこれ、ちょっと水平が見たい、これ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 やっぱ早いだろうもうなんだこれ、何この 16% って 何で買われたの、ビットロンだけでそんなに買われるか。なことじゃリップルだって昨日200、まあ、関連の金融機関なんかのリップルネットサインアップ、まあ、登録利用があるので、イーサリアムだってハードフォークあるし、 EOS もあれか結局 DAPS になんかメインネットの方でなんかハッカー試みたそうだけど結局全て失敗に終わったって。中国の何だったあれ、なんとかシールド、あかん、あのブロックチェーンセキュリティ会社の監視によってあったんだけど、まあ、ネタ的には別にみんな悪くないもんね。だけどビットロンだけでこんなにあれか、何これ、いやしこれも 99MA をあの要は 25MA が上抜いとるもん、これもう いっちゃうっていうところだもんね、完全に完全変換だよねこれは。もうロウソクはもうはるか彼方だ、なんだろうこの 16% って。それで4時間見るとこの3時の逆光は食らってないんだ。あでもあれか1時から5時だから、あでもここいや食らったって、でもこれ安値は更新、あ全時間か、あでも安値更新ではないな、むしろ高値更新しとるのね、何これ全然わからないですねこれは。はい、次カルダノ、ちょっと一応上位ざっと見ていくと、何これおかしいことやったのはトロンだけ、あこれかトロン絡みで、これかトロンベッドもあれか、エターナルトークンが 17%、 50% ぐらい下げてるな、なんかなんだこいつ200何パーって。なんだこれ。40%、オントロジーのあれもあるな。オントロジーじゃねえわ。100% 下げたとかな。何 100% って。
もなんか本当にひどいね、すごいねこれは。まあ戻して体のトロン絡みはあれなんだ、一応は関連としてあれか、冷やしはでもあれだもんね、耐えとる方じゃないこれは。だからあれか、上がってきたっていうか時価総額的に前日比 2% ほどだから、この週足の短い赤いのは耐えてますもんね。冷やし見るとそれでもそうだね、他の見ると高値は一応つけとるんだもんね。多分同じような時間帯になんかやられてそうなんですけど、 25MA は一応角度、うん、ついたままで、興味がある4時間は、あそうだな、やっぱここでやられとるんだな。高値はあれだけど安値もあれか、トロンおかしいね、この時間はみんなやられとるんだ、なんか謎のタイム、なんかあってそうだなこれ、ニュースかなんかね。はい、ではドル円謎の日、これで1時間足を見るとずっとあれか、叩かれたままってことか。108円割って昨日見た時が108円後半だって、ずっとあれかこれ、10日昨日見とったのがこの辺りか、違う9日だ、あ夜にあれか、ここら辺で昨日の相場考察しとって、いやまあこれニュース見といてある程度は知っとんですけどね、10時夜10時11時、ここら辺で長いのつけて、そうか夜中、日本時間で夜中抜ける前にやられたってところか。それで冷やし見るとまあ届きかけるも短期のピンクが遠いかっていうところか。週足見るとでどこだろうね、これはやっぱりここら辺まで見るんかな、前回のこのここどこまでで耐えるかだよね。106円真ん中ぐらい、どこで耐えるかってことだな。だこれ周期的に、週だから本数で見るとあれだもんね、4本で1ヶ月だから、そうだな半年以上はいるよなっていう、なんかうん、まあそんな感じでやっぱ最後はあいつに戻しといて、4時間が一番耐えた方なんだ、やっぱこれだね、もうこうしとく。まあざくっと見るとこの日本時間であれか3時台かに全体的に叩かれた、急上昇したトロンももちろん叩かれとるから、何なんだろうね、まあ大体上がる時と下がる時って大体仮想通貨上位ってある程度2回やった時間帯にコーン長いのつけたり、またコーン長いのつけて上がったりするから、そこら辺は全くその時間帯以降のニュースは見たいによく分かりません。まあニュースの影響じゃないと思いますけどね、多分大口のなんか久しぶりにクジラボエイトがあったのかは、まあだけどやっぱりもうトロン本当にトロンだよねっていう、なんか円高に期待するよりトロンの方がありじゃねえかなっていう。まあドル円もちょっともういつまでで安値で耐えて戻すのかなっていう周期が、うん、やっぱショート目線だよねというところで、仮想通貨全体まだあれだもんね、日足ぐらいまでではなんとかまでの目線で4時間見るぐらいならロングしてもいいかなというのは少数ある一方、全体的にはやっぱまだまだあれだもんね、週足よりが抜けんと、その中でもトロンがやっぱりドル換算の USDT で俺も週足完全抜いて、多分歴史浅い一方 25MA は上に MA かっこ25出てますけど、このピンクのやつが多分これで水平ぐらいになるでしょ、これが水平上向きになったらもうあれだよね、どこでまあもちろん叩かれるかというか、週足レベルの長いのが水平上向きになれば叩かれるって言っても、それもそこまでの周期があるから蓄積できるもんで、ある程度の上昇っていうのは見込めるよね。まあビットロンだけでそんなに上がるんかなっていうのは思う一方、ただ相場普通に移動平均線とロウソクだけで見れば素直にこっちに従った方がニュース系の情報より正しいよねっていう、技術的な情報はもちろん興味あるから一方、はい、まあそんな感じで2019年1月10日本日の仮想通貨時価総額上位10トークンにドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり。